今日はライブ配信 Q&A をやりたいと思います。皆さん question please。 今の井上尚弥は引退したパキアオやメイウェザーに勝てますか？もちろんでしょ。メイウェザーだって45歳ですよ。いくら体重差があってもバリバリ現役の井上尚弥に勝てないでしょ。パキアオもそうですよ。フルトンってそんなに強いんですか？まあこの時点で無敗の二団体統一王者、アメリカの二団体統一王者なので、まあ、強いのは間違いないです。ただ井上尚弥より強いのか、そこなんじゃないかな。それはね、試合するまで分かんないから。